鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番美しくて可愛いのは誰？なあ、ああ鏡の世界に入っちゃった。鏡の世界入るんだけど、これ走ってたら鏡の世界に入る。ウィスパーがウィスパーが鏡の世界を行ったり来たり。こんにちは、土の子です。なんかあの枠ぐりみたいになってるね。さて今回はですね、クエストちょっとクリアしていくのと、あと妖怪ウォッチランクを上げなきゃダメなような気がするので、上げていきましょう。よし、ちょっと頑張るぞ。あとアイテムをしっかり買いたい。いやあ、土踏みちゃん、夏休みも学校に来るなんて感心だね。昨日の当直は僕だったけど、何か知りたいことがあるのかい？何か変なもの見ませんでした？変なもの？特に変わったことはなかったよ。そういえば午前中に今田くんが来て似たようなことを聞いていったな。何かオカルトなものに興味があるみたいだね。だったら全てを見通す水晶玉の話は聞いたことあるかな。何でも知りたいことを映し出す不思議な水晶玉だって話だよ。確か昇天寺にそういうものがあるって聞いたような気がするけど。ウィス、これはいい情報を聞きましたね。行ってみましょう。よし、そうだね。誰と話してるんだい？ありがとうございました先生。合成もあるんだな。先生が言ってた水晶玉かしら。なるほど、なるほど、これそういうことでしたか。ウィス、この水晶玉をウォッチしてみるのです。え、ああら、何なのだ。お昼寝の邪魔をしないでほしいのだ。もしかしてこの妖怪が全てを見通す水晶玉の正体？間違いありません。彼は竜の子供のようですね。竜が持つ玉には未来や真実を見通す能力があると言われているのです。竜くんに何の用なのだ。私たちはその水晶玉で見たいものがあるのです。協力してはもらえませんか？いいけど、ただでは嫌なのだ。リュウ君は欲しいものがあるのだ。それを持ってきてくれたら水晶玉を見せてあげてもいいのだ。交換条件というわけですね。そうなのだ。リュウ君はノコギリクワガタが欲しいのだ。ノコギリクワガタを頼んだ。ただしレア物はいらないのだ。ノコギリクワガタか。ウィス、合成だのクエストもやっとくか。ノコギリクワガタの方どうのこうの言ってなかったか。ノコギリクワガタいるところ、はい。大森山だぜ。大森山にノコギリクワガタを探しに行こう。いや昼間全然いないわ、これ夜だな。ん、いた。これ違う。これはちょっとゲージでかくします。トン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 、行くぞ。はい、どうだ、頼む。え、嘘でしょ、嘘でしょ、せっかく見つけたのに。ん、いた。よし、下段。はい、どうだ。これはさすがに捕まえられるよね。これノコギリ？どう？のし！オッケーオッケー。もうとりあえずこれでいいや。進んだからいい。ノコギリクワガタ持ってきてくれたのだ。リュウ君にちょうだいなのだ。ちょっと待ってね。捕まえたてほやほやだよ。わーい、ノコギリクワガタなのだ。お家ではペット禁止だったのだ。前からずっと欲しかったのだ。喜んでもらえたようですね。友達になってあげるのだ。また今度ね。友達になるのだ。歩き方かわいい。竜人にさせたいな。なんかアイテム必要だってね、確か。レアカ、やりました。仲良きことは美しきことかな。さあ水晶玉を見せてもらいましょう。どれどれ、これってこの間のキュービーに出会った場所ではありませんか。とっても悪いやつがいるのだ。
妖怪のはみ出し物なのだ。よからぬ妖怪ですが、これは匂いますね。事件の匂いが。ともかく影村委員に行ってみましょう。ここだ。ああ、水道の線はしっかり締めようね。地下水道。あ、向こう側いるな。あれでしょう。なんだこれ、ジメリンボーか。まあ、降臨棒でした。あら仲間になったわ。かき氷好き？なるなる。降臨棒弁慶、わしを倒しに来たのだろうが、それこそ長子千番、ここで返り討ちにしてくれるわ。え、マジで？やば、強っ。キャー強っ。いや強かった。やられちまったぜ。あら、10円ガム。これは空き缶関係なしか。物拾い。あったあった。行くぞ。なんだおめえら、俺は退治しに来たのか。おっしゃー。わっ、まさかの鬼時間来ちゃった。突然来るね。もうこれいただこう。必殺の秘伝書。逃げて。まだまだ結構逃げれるな。鬼に見つからずに、あ、移動してるね。え、マジで？星雲の守り、星雲。それは。あ、やべ、見つかった。あ、やべ。これ早いぞ。もうすぐそこにいる。あ、間違えた。よし、いけたわ。危ねえ危ねえ。あー、危な。よかった。あ、ここか。ここ行けるわ、そういえば。あ、いた。おい、なんだお前らは。人の縄張りに勝手に入ってくんじゃねえ。これ楽。合わせるはめちゃ楽。よっしゃ、戻りましょう。妖怪ウォッチランクを A にするぜ。お、よく倒せたな。3匹とも強敵だったはずだが。さあ早くウォッチの強化を。こうしてできたぞ。
妖怪ウォッチのランク A になりました。ああよかった。一流の執事のご主人様にはこのくらいのランクが必要ですよね。これでまたたくさんの妖怪たちと会えるね。またまたやる気十分ですね。どんどん妖怪を見つけに行きましょう。高ランクの妖怪には注意しろですね。これからの冒険がますます激アツな感じになりそうでウィッス。 A ランクになりました。ウィッス。久しぶりのボーナスチャンスな気がする。おお、ドランテデン。いいじゃん。当たり。はい、ということでね、A ランクなんだ。はい、ということでね、A ランクになったところで今回はここら辺で終わっていきたいと思います。次回はそうだな、まだもうちょっとクエストをやっていこうかな。まだもうちょっとクエストやっていこうかな。どうしようかな。影村院に行っても大丈夫なのかな。ちょっと不安ですけど。ちょっとアイテムとかを補充しつつ、影村院の方にね、行ってみようかなと思います。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、土の子でした。